どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーの翔太です。えー、ドレの相場展望ですね、お届けしていきたいと思うんですけれども、その前に、えー、僕のトレード記録ね、ちょっと振り返っていきたいと思います。軽くですね。えー、僕ですね、この要線が、えー、確定したところですぐ、売りエントリー入って、ここで。で、えー、この陰線がですね、えー、確定したここで、利益確定しました。なんで、まあ、こっから、 ここまでの利益を取ったという感じなんですけども、まあかなりの爆撃ですね。で、まあその根拠の一つなんですけども、まあまずあの、いろいろあるんですよ、根拠。うん。でもこの無料の動画講座で話せる範囲でちょっとあの、お話しします。 あの、根拠の一つをですね、えー、それぞれね、あの、売りエントリーした根拠と、あと、まあ、これね、利益確定した根拠、一つずつね、それぞれ、えー、解説していきたいと思うんですけども、ま、まずね、この要素点がここで、えー、確定した、とこ,こで、えー、売りエントリーした、えー、その根拠の一つとしてはですね、まあ、ここね、あの、切り上げライン、えー、見えると思うんですけど、この切り上げラインが、これね、4時間足レベルで引ける、この切り上げラインなんですけども、この切り上げラインに対しての、 ま、そのリテストタッチですね。が行われたポイント。それが1時間足で見ると、ここなんですね。というわけで、ま、リテストタッチ行われたんで、ここから、ま、あの、反転してね、え下落してくる、えま、可能性がね、ま、こういうところっていうのは上がっているポイントなんで、なのでね、えこういうところで、ま、売りエントリーを、えすると。 いうのはね、まあ結構効果的な、えー、トレードノウハウだったりするんでね、よかったら覚えておいていただけたらと思うんですけども。で、まあで、で、あと他にも、まあこのあたりからですね、あのー、下落してくる可能性が高いなと思われる根拠っていうのがいろいろ集中してたんで、まあ、そういう他の根拠も、えー、含めて、ここで、えー、自信を持ってウディエントリーをしたという感じですね。で、まあここでね、 え利益確定したその根拠の一つとしては、これよう切り上げラインこう引けるんですけど、ここの安値とこの安値結ぶと、こう切り上げライン引けまして、この切り上げラインにね、こうタッチしてきたんですね、ここね。で、こういうとこからあの反転してまた上昇してきやすいんで、あの、早めに逃げておいたって感じですね。あ今あ、こう突っ切ってね、下ブレイクしてどんどん下落してきてますけども、この辺りからあの急上昇してきてもね、おかしくないポイントだったんでね。うん。 なので、ま、これ、え、利益確定して、早々と逃げたという感じですね。なので、ま、ここからここまでの利益確定につながったという、まあ、そういうね、流れですね。で、まあ、その、なんだろうな、他にもいろいろと、まあ、ここで利益確定した根拠はね、え、いろいろとあるんですけども、あの、無料の動この無料の動画講座で話せる範囲はここまでって感じですね。はい。で、続いて、え、本題となるドル円の相場展望ですね、お届けしていきたいと思うんですけども、 えっと、直近の注目ポイントとしましてはですね、えー、っと、まあ、ここをですね、ここの安値までついにま捉えてきたんで、まあ、ここの安値をですね、あのー、明確に下にブレイクしてくれるのか、それとも、えー、ここから反転して急上昇してくるのか、それによって、あの、今後の奴隷の相場の方向性ある程度決まってくるかなと思うんですけども、あも,えー、もしもですね、えー、ここの安値を、 えー、あの、ブレイクできずに、ここから反転してきた場合、その場合ですね、次目指してきやすいポイントとしましてはですね、ま、あの、この切り上げラインに対しての、えー、まあ、リテストタッチするぐらいの上昇ですね。というのが、まあ、ひとまずは、えー、可能性として、えー、高まってくるかなという感じですね。 で、そっからさらにまた上ブレイクしてきた場合はですね、次目指してきやすいポイントとしては、えっ、ー、と、まあ、この要線の高値、このあたりですね、というのを次は目指してきやすい、えー、かなと思います。で、ここもさらに上ブレイクしてきたら、次目指してきやすいポイントとしては、えー、この、えー、小回しになっているこの要線の安値、このあたりというのを次は目指して、えー、る可能性というのが高まってくるかなと思います。はい。 まあ、ええー、まあ、上目線こんな感じで、えー、続いて、えー、逆にですよ、逆に、えー、ここの安値を明確に、えー、下にブレイクしてきた場合、その場合ですね、えー、と、次ですね、目指していきやすいポイントとしては、これも四字時間レベルの話になっちゃうんで、四時間死者と切り替えてますけども、えー、次目指していきやすいポイントとしては、まあ、やはりこうですね、えー、この小回し要線のこの安値となる、ここですね。 この辺りというのを次目指してく、えー、る可能性というのが高まってくるかなと思います。うん。で、ここっていうのはですね、あのー、もうその109円の切り板、 と、もうその、ほぼ、同じぐらいのところに位置してますから、あの、まあ、一筋縄ではいかないというか、まあ、かなりの抵抗体とね、なりやすいんです、その、霧板付近っていうのは。なので、その、ま、なんだろうな、この下落の勢いに任せて、売りエントリー考えてる人は、ま、その、注意が必要というか、うん、こういうその霧板付近で、あの、抑えられて、あの、なんだろうな、V 字反転してくるケースってよくありますから、だから、ま、なんだろうな、実際にね、ここの、えー、安値 え付近、まあ、すなわち109円の切り板付近まで、えー、到達してきたらですね、あのー、しっかりとですねプライスアクション、えー、見ていただきたいなと。うん、で注意してトレード、えー、してほしいなと思っております。はい。んでですよ、で、えー、まあさらにまあこの109円の切り板、えー、109円の切り板であり、まあ、ここの安値、ね、 もう、えー、さらに下にブレイクしてきたらですね、次ね、えー、目指していきやすいポイントというのはですね、まあ、結構その離れているというか、あのー、もうこれ、冷やしレベルの話になっちゃうんですけども、次ね。あのーまあ、ここの、この陰線、わかりますかこの陰線の安値、うん、ここ。えー、このあたりぐらいまで次は、えー、一気に目指してくる可能性というのがですね、えー、出てくるんですね。うん えーまあ、なので、ね、まあ、結構こう、まあなんだな、根幅が空いているというか、うん。まあ、そんな感じになりますね。で、まあここの安値っていうのが、えー、っと、このね、108.5円となる、その50銭の壁とほぼ同じ位置に存在する安値なんで、まあこの結構その抵抗体となりやすいというか、もちろんその切り板の方が、 あの反発しやすすいんですけどもあのこ,ういかこういった50点の壁っていうのは、言ったらその切り板と切り板の、えー、ちょうどその半値の位置になりますんで、言ったらこの108.5円っていうのは、その108円と109円のちょうど半値の位置になるんですね。こういったその切り板と切り板の半値の位置っていうのは、あの、反発しやすいポイントですので、あの、そういった意味合いにおいて、えー、まあ目指してきやすいというか。で、その目指してきやすいポイント ポイントっていうのはひと、ひとたびその目指してきやすいポイントまで実際に目,ざ、えー、目指してきたら、そこからあのあの反発しやすいんでね。うんまあ、そういうところもその注意して、えー、トレード戦略を練ってほしいなと思います。で、その、まあ、次に目指してきやすいポイントっていうのを意識しつつ、えー、トレード戦略、えー、を練っていくことで、より上手なトレードにですね、つ、え、な、ー、がってくるかなと思いますので、よければご参考いただけたらと思います。 はい、そんな感じですね、えー。最後にね、非常に重要なお知らせがあります。今現在ですね、FX の超初心者トレーダーさんがですね、少資金からでも最短最速で経済的、精神的、時間的、環境的に自由なお金持ちの上昇トレーダーを目指していくためにおいて、ものすごく役に立つノウハウをたくさん、えーめえー、詰め込ませていただいている、えー、極意マニュアルというね、マニュアルを、えー、プレゼントしております。で、この極意マニュアル、 えー、受け取りたいという場合はですね、えー、この動画下の概要欄に僕の LINE、えー、アットのリンク、えー、載っけておりますんで、えー、そちらからまず僕の LINE アット友達登録していただき、その後に僕の LINE アットのトークの方に、えー、極意マニュアル希望とメッセージください。 えー、そしたらですねあの、そのメッセージこちらで確認取れましたら、あのこの極意マニュアルプレゼントいたしますので、えー、ぜひですねあの、FX 極めていくためにですね、えー、この極意マニュアル有効活用、えー、されてみてください。というわけで、今回のドル円の相場展望以上になります。えー、ためになりましたら、動画の高評価、YouTube のチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。